気象速報をお伝えします。山口県に顕著な大雨に関する情報が発表されました。山口県では現在線状降水帯による猛烈な雨となっていて、災害によっての命の危険が及ぶということで、こちらの情報の方が発表されています。こちらの方現在の状況になります。こちらウェザーニューズの方でも独自で解析していました線状降水帯のエリアになるんですが、気象庁もほぼ同様の場所ですね、この付近に30分後までの雨量の予測も含めて線状降水帯の発生というところでこの情報が発表されています。現在の状況をですね、皆さんのリポートの後でも見ていきたいと思いますが、こちらは午前1時までの1時間に皆さんからいただいている天気のリポートになります。こちらの方ですけども、やはりちょうど沿岸部の方ですね、沿岸部を中心に皆さんからのリポートを見ても黄色の豪雨という激しい雨のリポートが届いているような状況となっています。ただこの後ですけども、このエリア少し東の方に広がっていく可能性がありますので、今後はですね、山口県内から徐々に広島県内の方に移っていく可能性もありますから、こちらは最新情報を確認するようにしてください。山口県に顕著な大雨に関する情報が発表されました。現在線状降水帯によって激しい雨、猛烈な雨となっています。災害によって命の危険に及ぶということもありますので、最新情報は必ず確認するようにしてください。以上、最新の気象情報をお伝えしました。